経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く経営学ということで、経営学講座の第1129回をやっていきたいと思います。今回は価格の物差し機能ということですね。価格が一つの物差しになっているということです。何を測る物差しかって言ったら品質ですね。価格が品質を測る物差しになっているということですね。価格が品質を判断するための物差しになっているということです。なので、価格が安いっていうことは、品質が悪いんだろうと。で、価格が高いってことは品質がいいんだろうということですね。だから、安かろう悪かろうっていうのは昔は常識だったわけですよね。しかし、この価格の物差し機能というのはだんだんこう働かなくなっていると、作用しなくなっているということです。なんでですかって言ったら、インターネットが普及したからですね。インターネットが普及した。そうすると企業と消費者の間の情報格差が縮小しましたということです。要するに、インターネットが発達する前は企業の方が情報をたくさん持ってて、消費者の方は情報を持ってなかったわけです。でそうすると、その一つの製品が、どれぐらいの品質なのかっていうのを判断する材料をあまり持ってなかったわけですね。消費者がその商品、その製品を見たときに、その製品がどれぐらいの、品質なのかっていうのを判断するための情報っていうのをあまり持ってなかったわけです。あまり持ってないから、もう価格で判断してたわけですよね。よくわかんないから価格で判断して、あ、安いってことはあんまり品質良くないんだろうな、高いってことは品質がいいんだろうなっていうふうに判断してたわけです。しかし、インターネットが発達したことによって、企業は、もちろんその製品に関しての情報っていうのはたくさん持ってるわけですけど、消費者も情報を同じだけたくさん持てるようになりました。その差が小さくなりましたよということですね。でそうすると、消費者は価格以外の要素でも品質を判断しやすくなったということです。例えば、先に体験した人たちの声ですよね。お客様の声ですよね。レビューとか、なった時に、そのレビューを、先にね、買って体験した人たちが何て言ってるかっていうのを知ることができているわけですよ。だから、安いんだけど、すごいね、みんながね、良かったとか、買って良かったとか、使いやすかったとか、便利だったとかっていうふうに言ってれば、安いんだけど品質いいんだろうなってことはわかるし、逆に高かったのに、全然満足してないと、あんまりこう、みんなの会で先に体験した人たちの評判が悪いということであれば、高いんだけど品質が、悪いということも分かるようになってるわけですよね。もっと細かいことを言うならば、例えばね、その、作るために必要だった原価っていうのは、何が材料として使われていて、それが どれぐらいの価格なのかっていうのが分かるようになってきてるわけですよね。もし調べようと思ったら、かなり情報を、簡単に得ることができるようになっているということです。だから、判断材料が少ない場合は、もう価格で判断してたわけですけど、価格以外で判断する材料が増えているので、必ずしも安いから品質が悪いとは思わなくなった。安くても、いいものはたくさんある。逆に高いからといって必ずしも品質がいいとは限らないということを、消費者が分かるようになったわけですね。なので、価格の物差し機能が作用しにくくなっているということです。だから昔だったら安かろう悪かろうで、安いってことは良くないんだろうな。高いってことはいいんだろうなっていうふうに消費者はある程度こう単純に判断してたわけですけど、今は消費者の方が非常にこう、価格以外でも情報をたくさん持って判断基準を持てるようになったので、あんまりこう働きが、インターネット発達前に比べると、その物差し機能が働かなくなっているということです。だから企業は昔ほど簡単に価格を決めることができなくなっているわけですね。昔であれば一番単純だったのは、その原価プラス利益、もうこれが一番簡単な価格の付け方だったわけです。原価に利益を足して、それで価格をつけるという考え方ですね。これが一番簡単な価格の付け方だったわけですよ。で、これで結局消費者が価格だけで判断するということであれば、もうそれで成立してたわけですよね。
で、そうするとこの価格で売れれば企業は確実にこの利益っていうのを確保することができるわけですよ。自分たちで決めた、でこの利益の源泉って何ですかって言ったら要するに付加価値ですよね。ね、例えば小麦を小麦粉に変えたっていうんだったらそれは価値を加えてるわけですから、付加価値を加えてるわけですよね。小麦をパンに変えたっていうんだったらそれは付加価値ね、小麦というものをさらに価値の高いパンっていうものに変えてるわけですから、その付加価値っていうのは結局利益にしてたわけです。だから原材料の、製造原価、まあその作るのに、製品を作るのにかかった材料費と労務費の原価に自分たちが加えた付加価値を利益として足して価格をつけると。で、この価格で売れさえすれば自分たちが決めた利益で、ね、自分たちが出した、決めた利益っていうのをまあ出すということができるわけですよね。ところが、ね、消費者は今はインターネットが普及したことによって情報をたくさん持ってます。ね、判断基準を、価格以外でも判断基準というのをたくさん持ってます。で、そうすると、ね、これが通用しないと、企業が、ね、決めた利益っていうのは、ね、通用しなくなるということですよね。単純にその原価、って言ったときに、この価格にしては、ね、これ、品質が低いんじゃないのと、ね、もっと安くでもっといいものって見つけられるんじゃないのっていうことを消費者が判断できるようになったわけですよ。ね、なんか欲しいって言ったときにインターネットで検索すれば、似たような製品ってたくさん出てくるわけですよね。で、そうしたときに、この、ね、企業が自分たちで決めた価格と、ね、よりも安い商品を見つけようと思ったら簡単に見つけられるようになってるし、この企業以外の他の企業の、ね、もっと品質がいい商品っていうのも簡単に見つけられるようになってるわけですよね。で、そうすると結局こう企業が決めたこの、ね、自分これは自分たちで決めてるわけですけど、これが成立しないということが起きてくるわけですよね。いや、ね、似たような製品で、ね、もっと安いものあるじゃんっていうふうに消費者が簡単に分かる。しかも、ね、こんなに、ね、この値段ほどこの商品が品質が良くないとか、もしくは便利じゃないとか、なんか先に買って体験した人たちの評判が良くないとかっていうのが分かるので、だから、ね、結局これは企業が単純に原価いくらだからそれに自分たちで、ねね、確保したい利益を乗せて、ね、価格をつけるっていう安直な価格設定っていうのが効かなくなってきているということですよね。で、そうすると限りなくこれが小さくなり続けていくわけですから、まあ、限りなくこう原価に近づいていくわけですけど、そうするとやっぱ企業の経営というのはすごく難しくなってきますよね。なんでかっていうと、企業は、ね、かかっている経費っていうのは原価だけじゃないので、ね、この利益っていうので結局2つを、ね、カバーしないといけなかったわけですけど、ね、その販売にかかる販売費と、その会社を管理する、その製造と営業を管理するための管理費。この2つをね、利益で補わないといけない。製造、営業、管理っていう3つの経費を、ね、補わないといけなかったわけですけど、ね、これとこれが、ね、結局利益で補わないといけなかったわけですけど、ね、消費者がもうすごく価格を見比べて似たような製品だったらあそこが一番安いとかあの製品が一番安いとかっていうのが簡単にできるようになると、価格が限りなくもう原価に近づいていっちゃうわけですよね。で、商品を原価で売っちゃったら 100% 赤字なんですよ。なんでかって言ったら販売費と管理費が回収できないからなんですよね。ね、こんなことを原価でずっと売っていたら売れば売るだけ赤字になっちゃうわけですよね。もうこの製品を売るのにかかった経費とか、この製品を作るのに製造営業を管理するためにかかったお金っていうのが全然回収できないということになるので、でそれだったら、まあ、ビジネスにならない、経営が成り立たないわけですよね。だからこんな安直なっていうか一番簡単な、ね、原価に、ね、自分たちが出したい利益を、ね、追加して価格にするっていうのが通用しなくなっているということですよね。だから価格設定法というのはこの原価に、ね、利益を上乗せした価格設定法以外の価格設定法というのはいくつか出てきているという流れになるということですね。これが価格の物差し機能が働いていて、消費者の持っている情報が少なければ、ね、もう自分たちで決めたこの製品はこの値段ですって言った時に消費者は判断できないので、
いやその価格が品質に対して妥当なのかどうかっていうのは判断できなかったので、あこれはいくらの商品なんだなって言って受け入れて買うしかなかったわけですけど、今は消費者が判断できるようになっているので、この価格が品質に対して高いのか安いのか便利なのかどうなのかっていうのを判断できるようになっているので、ね、価格をこの商品が企業がこの価格で出した時にスッとこう、ね、受け入れるっていうわけではないと。いうことですね。じゃあその価格だったら他を探そうかなとか他の商品を探そうかなとかでいうことを簡単にできるようになっているということですね。でいうことでいくと、まあね、この価格の物差し機能が働かなくなりつつあると企業は別の考え方で価格を設定する。例えば需要と供給ですよ ね需要が大きいときは、ね結局、ね、低価格で出すとか、ね、逆に、ね、需要が小さいときは、ね、高価格で出すとかね、まあ、そういったもう、ね、その他の原価に利益を単純に足すだけじゃない、ね、そういう考え方でいろいろ頭を使って考えて価格を設定していく必要が出てきているという流れになっているということですね。はい、今回の動画はですね、あなたも役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ください。感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。